はい、皆さんこんにちは。今回は準勇者使っていきたいと思います。あんだけね、勇者が環境環境だと騒がれていたら、まあ、準勇者ならね、もっと強い、そういうことになりますよね。だから準勇者でいこうと思った次第でございます。まあ相手のデッキは何かわかりませんけれども、とりあえずロンギヌスあるんで、ファンダリーズは怖くないと思ったら双剣でした。そうっすね、ロンギヌスまだ投げなくてもいいと思うけど、まあ、転移が見えたら投げていく感じでいいんじゃない。そもそもの話として、転移じゃないわ、双剣相手にあまり刺さらんから、まあもう投げとくか。あのフューデスがあるんで、まあ、若干邪魔感ありますよね、っていうか若干邪魔感あるし、こっちのターンであれ反動もそうだし、あーっと虚らなるイルリン、はーい、原流族モンスター墓地に、あそうか、よく考えたらアークネメシスのあいつらとかも防げるから、ロンギヌス投げとくのもありだったんじゃない。知らんけど、いや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 、これはね、アークネメシスプロートスをもう一枚ハンドに持っていると読んで、あえてロンギネスを打った、そういう高度なプレイングだということを皆さんにだけ教えておきましょう。ビシタですね。はい。出してくるのはバロネスですね。バロネスは鬱陶しくて、まあ鬱陶しいとは言え、鬱陶しいとは言えよ。あいつの方が鬱陶しかったから、ショウエイ。なんでバロネスはまあいいですね。で、なぜか最近のマスターデュエルでは、ライフポイントは初期ライフが6800から始まるというのが噂です。あ、バロネスボーダーチェンドは弱くて、で、こっちのハンドは強くて、まあ、普通に包容から入って、フューデス打ちに行く感じ、それでいいんじゃないでしょうか。まあ、準勇者といえどもね、さすがに準々してると戦えないんで、フュージョンデスティニーぐらいは許してくださいっていう感じですね。まあ、墓穴を打たなくていいでしょう。で、遺跡の魔皇戦士、これ確かね、勇者トークンがいないとね、攻撃できないんですよね。まあそうですよね。なんで、こいつを出す意味はなくて、フューデス打っていきましょう。あ、うらら。うららはまずくて、なんで、墓穴の示しで止めていきましょう。やっぱ墓穴の示しは強いっすね。私自身、抹殺の示しを持ってないんで入れてないんですけど、いかに抹殺の示し、そして墓穴の示しがぶっ壊れかがわかりますね。どっちのカードも先行制圧をより顕著にしてるだけのカードなんでね。特にミラーだったら抹殺の指名者でフューデス止められるから、それが痛いよね、やっぱり。いや、こいつがさ、まあまあいいんだけど、墓地から蘇生するたんびにさ、こいつのドヤ顔で右手を上げるポーズ見せられるじゃん。あれがすごい苦痛。自分のデスフィニーだったらまだ共有できるけど、相手のデスフィニーのあれを見たくない。そうですね、一旦遺跡の魔皇戦士をはぜてもいい、それともデスフェニーはぜる、デスフェニーだけではぜようか。一旦デスフェニーだけではぜて、あ、ベーラーとね、うん、それはあんまり怖くないのでは。普通に次のスタンバイフェーズに、あいつが墓地には多分リュウエイしかいないから、あいつが戻ろうが戻る前が、まあドローフェーズでもいいけど、ドローフェーズでいいか、ドローフェーズにはぜて、でそのままいいんじゃない。とりあえず魔皇戦士を壁としてセットしておいて、単位度でいいでしょう。で、仮にバロネスの破壊を、バロネスの効果で無効にして破壊したところで、破壊したとて、デスフェニの効果、蘇生効果を防げないゆえ、まあバロネスは打たざるを得ないでしょ、とりあえず。ね。いやでもよく考えたらこれ、スタンバイフェーズに打った方が良かった説。いや、変わらんか。いつ打っても変わらんですね。スタンバイフェーズに打ったら打ったで、あいつが戻っていくだけなんで。とりあえずデスフェニは蘇生しておいて、うん。なーに、墓穴とね、うん、ゴッドフェニックスギアフリード君どうしましょうこれ。やばくて、いやマジやばくて、相手のハンド次第じゃが、ハンドはビッシュだか、ビッシュだから、とりあえずこのターン3000ライフを取られるだけで済むんじゃないでしょうか。いやマジやばくて、ゴッドフェニックスギアフリードがハンドから切れればいいけど、切れないんだよね。ワンフォーワンとか入ってないから、ひとしずく引くしかないんよ。ひとしずく引いたら、あれだけど、ディバイン以外でドロー効果につなげることはできるけど、で、一応、アラメシアの儀につながるカードが、水使いアラメシアの儀で4枚、オロマイで1枚、で、計5枚、で、さらに合金が3枚入ってるんで、まあ、実質8枚、合金のドローも加味して、8枚やったらアクセスできるんじゃない？できるよな、デッキトップ、引け！あー、引いてくー、強くてー。とりあえずオロマイ入ってアラメシアの儀発動して、でドラコバックの動きで、で勝ちでしょう。まあ相手ビッシュダが残ってるからちょっとあれですけどね。まあ
最悪それできなくても普通に装備カードを除外して、いや違うか、ゴッドフェニックスギアフリードコストになるのか。そうだね、召喚できるモンスターがいたらそういう魔法カードをコストにしてサーチできるけど、うん、召喚できないゆえ、普通にグリフォンなりをサーチしてゴッドフェニックスギアフリードがコストになる、そういう感じですね。いやこれなら勝ちですよ、勝ち。相手ビシュダだし、ハンド1枚あのバーンするだけ楽勝でしょう、まあ、ということで普通にグリフォンライダーから入って、でしかもドローもできるよね、ドローもできるから勝ちでは一応このデッキ準勇者ということで、スターリッドパピオンと光の聖剣ダンセルどっちも入れております。ただ暗黒神殿ザララームやらは入っていません、さすがにあれ弱すぎる。まああのザララームだっけ、迷いの森だっけ、迷い城の森か、迷い城の森貼ってスターリッドパピオンつけて、で完全耐性ビーストとかもできるけど、まあそれはちょっとな微妙なんだよね。まあ一旦ディバインガイドドローしに行きましょう。このトップ次第、ふん、あ弱くて、まあダンセルで2号打点に上げとく、それはありでしょう。欲を言えばサンダーディスチャージは引きたかったところではありますが、まあいいんじゃないですかこれで。ただビシュダに対して1回効果を使わせられるのは使わせられてしまうゆえ、次の合金で耐えなきゃいけないですね。だから次の合金をドローにかけるみたいな。あと相手のデッキトップがゴミであることを祈りたい。まあ概ねゴミなんじゃないでしょうか。頼むゴミであってくれ。ビシュダは知らん。分かりみが低い人であればビシュダのバウンスをグリフォンに打ってくると思うんですよね。普通に勇者トークンに打てば勝ちなのにグリフォン戻しちゃうとかあると思うんですよ。あると思います。なんでもしそうなれば俺の勝ちでは、うん、最悪。やっちゃいましたね、やっちゃいましたね、やっちゃいましたね。グリフォン君はですね、相手ターンでも特殊召喚できるんで戻したところで何の意味もないんじゃあ、うらら召喚、これはハリファイバームーブということで、グリフォン君もう一回いきます。しかも守備表示になって特殊召喚されるという、出せよてめえのハリファイバーをもう無理じゃって、これめちゃくちゃ悩んでたくさ。あ、出してくる。何出します？あ、ハリファイバーですね。はい、無駄でしたの。発動しないよ効果、無理じゃよ。はい、ということでグリフォンライダー止めていきましょう。まあこれで相手墓地で発動するカードもないし、フィールドもガラ空きということで、まあ次のターン合金打ったらおおむね勝ちでしょう。何かしら引くでしょう、水使いなりグリフォンライダーなとか旅じゃるわ。ということで相手サレンダー勝ちですね。勇者つんね。ということで2戦目、反動は強くて、まあゴッドフェニックスギアフリード君がさっきからあの手札に来て自己主張してるのだけは否めませんが、なかなかいいんじゃないでしょうか。一旦アラメシャの儀から入ります。まあ当然だよな、愚かな埋葬が半分腐ってるんじゃよ。別にこの状況で水使い墓地に、まあ墓地に送ることによって次のターンの用のアラメシアサーチすることはできますけど、まあうん、一応加える、一応加えてもいいか。で、愚かな埋葬ですね。で、召喚していきましょう。で、あのグリフォンライダーをそのなんですか、グリフォンライダー棒立ちの一妨害よりは、継続して使える、あのあいつですよ、あいつ継続して使える、デストロイフェニックスガイ、そっちの方が強いと思いますので、こんな感じでいきます。でさらに一応スターリッドパピオンを、つけるだけつけておいて、で墓地にスターリッドパピオンを用意しておくことでゴッドフェニックスギアフリードにつなぐことができると、なかなか悪くないのでは。一応こっちウララと、増字で2妨害やるんで、このままベルテアナコンダにして、まあ、雲ですが何かっていう感じですね。で返しで、ゴッドフェニックスギアフリード、そんな感じでいきたいですね。結局アラメシア1枚でそのベルテアナコンダにつながるのが強いんですよね。だからあの勇者ヒーローだったりとか D12C 勇者とかそういうデッキタイプが生まれるわけで、まあ一旦ターンエンド、水使いサーチする価値あったかな。いや、サーチしといた方が良かったな。水使いの効果でサーチして、で次男のアラメシアの儀を最初から手札に加えとかないとダメですね。これプレミです。ああ、合金はまずくて不安だりず臭いですね。一旦うららですね。フワンダリズの何が強いって、マジで増字を腐らせること。相手の手札誘発1枚死んどるからな。何ターンエンド、うん、ほぼほぼドロー豪華ね。
何なんでしょうあのデッキ。まあ、デストロイフェニックスエアがね、いつでも最強なんですね。ハカードの示しなかったら止められませんからね。正直セットせずにエンドだからハカードあるんかと思ったけど、ロンギヌスはダメで、一旦ダッシュガイの効果使っていきましょう。ダッシュガイの効果使わないと、そうだね。リンク召喚の素材にした方がいいと思うんだよね。で召喚剣使って、もういっそゾウジーも、リンク素材にしてアポロウサを出しに行く感じでよかろうなのでは？都合よくベルティアナコンダリンクには残ってるんで、ロンギヌスとゾウジーでアポロウサまで行けるんですよね。だから、そういうプランを採用してみてもいいかもしれない。このターンで決めきるみたいな動きもありですよね。で、サーチ。装備カードのサーチはまだいいか。いや、別にサーチしてもよかったな。いや、ダメか。ん？どうだ？まあ、どっちでもいいけど。まあ、多分このターンで勝ち切れるんで、ぶっちゃけどっちでもいいんですよね。そうっすね。とりあえずギアフリード特殊召喚して、で、ギアフリードの効果でベルティアナコンダを装備することもできて、まあ、装備する必要があるかどうか問題はありますけど、ギアフリードって結局モンスター効果しか止められないから、アポロウサと縦に行ったら同じなんですよね。まあ、とりあえずこいつは投げるとして、で、増時召喚でいいんじゃないですか、これも。ワンチャン、まあ、不安打率だったら、もう展開してるとは思うけど、ワンチャン、不安打率の可能性があるんで。で、ディバインアイから入りましょうか。あ、違う、これはダメだ。これダメです。ダメです、これ。アラメシャの木からサーチしないとダメです。サーチできるカードを引いちゃう可能性があります。やっぱり装備カードもサーチした方が良かったですね。よく考えたら、装備カードサーチしてセットしたらいいわけで。何やってんでしょう。まあ、どっちでもいいけど。これで装備魔法カードとアラメシャの木だったら目も当てられませんでしたね。プレイング雑。で、今、特殊召喚が3回なんで、とりあえずアポロサ立てていきましょうか。といったところで第1サレンダーですね。打点足りてる？足りてるよな。デッキレシピはこんな感じです。まあ、ほんと準勇者。でもデスフィニーだけは勘弁してくれ。デスフィニーだけはマジで勘弁してくれ。デスフィニーなんて無理だって、準勇者なんて。なんで、一応まあ、豪気に飛んでもいいように、リンクスパイダーとデストレフェニックスガイは2枚ずつ積んでます。まあ、リンクスパイダー3枚でもいいけど。このサクリファイスアニマとか一生出す気ないんで、適当に入れただけだから。なんで、まあ、この辺のデッキで、エクストラデッキは適当にしてください。まあ、準優勝なんて使うやつ他にいないと思うけどね。で、一応このサンダーディスチャージ、発動することができれば強いんで、スターリットパピオンか、まあ、ダンセル装備しておいたら、ディスチャージの効果で2500打点以下は取れちゃうんで、まあ、なかなか悪くないカードではありますね。で、まあ、のメインギミック装備カード3種はピン差しずつしてます。まあサーチできますし自己札になりかねないので、で速攻でアラメシアの木にタッチする必要があるんで、冒険そしてオロマイ水使いちゃんとアラメシアはフル投入しております。で手札誘発に関してなんですけども、増殖する G は不安打率が多すぎるんで一応2枚にしてます。まあ増 G3 枚強ではあるんですけども、3枚強でもそれでもまあ2枚にするぐらい不安打率が入ってますね。でうららはあんまり信用しないんですけども、うららはもうダリが流行りすぎということで3枚積んでおります。で、あとはこの遺跡の魔法戦士なんですけども、こいつめちゃくちゃ弱くて、勇者トークになると攻撃できないわ、効果が戦闘を行ったバトルフェーズ終了時にデッキから勇者トークのトークン名が記されたトラップカードを魔法トラップ戦にセットするとかいう、めちゃくちゃ遅いんで、これいつ使うんでしょうね。マジで1回も発動機会はなかった。でもまあ、順ということで、魔法戦士君はフル投入しております。んで、グリフォンライダー、こっちなんで順で3積みしてないんやいう話なんですけど、持ってないからですね、純粋に。持ってたら3積みしてます。なので、持ってる人は組んでください。で、あと、準勇者って結局、そのデッキスロットの余裕がめちゃくちゃあるんですよね。だからまあ、勇者、グッドスタッフっていうアナーキタイプが生まれてしまうんですけども、究極、ほんと、出張パーツだけ、アラメシアの儀、水使い、グリフォンライダー、運命の旅路、ドラコバックだけ入れて、あと全部出張パーツにするみたいなのもあるんで、まあ、この戦士くん一回も使わなかったんで、こいつ全部抜いて、チューナー入れたら、ハリラドン展開できますので、やりたい方はそんな感じにしてみてください。今回はあくまで順で戦いたかった。順じゃないけど、デスフィニとこいつ入ってるけど、ギアフリード。で、まあ、ギアフリードなんですけど、まあ、装備魔法カードを搭載するデッキには、1枚刺しておいて損はないと思います。まあ、デッキスロットに余裕があればね。デッキスロットに余裕があれば、1枚刺しておいて損はないカードだと思っているので、まあ、持ってる方は入れてください。別になくてもいいです。あんまり自己札にはなり得ないかな。まあ、勇者が起動していればね。
一応効果としては強くて、あのフィールド墓地から装備魔法カードを除外して手札から特殊召喚、まあ、でただこの特殊召喚効果発動なんでバロネスなどには止められます。で攻撃するダメージステップ開始時に、フィールドの表側表示モンスター、自分のモンスターもカーです。攻撃力500アップカードの装備ガスカードとして装備する。まあ装備できるのは1体だけですけども、相手モンスターの効果が発動した時にフィールドの表側表示の装備カードを墓地に送ってその効果を無効にし破壊するっていう効果を持ってるので、一応ね弱めではありますけど制圧効果もあります。ただその勇者にはこのダンネルにしろ、ダンネルかダンセルじゃなくてスターリットパピオンにしろ、ドラッグバックにしろ、この辺ってあの墓地に送られたら勇者トークに装備するっていうもう一回装備できるんでおかわりができるんでね、なんでまあゴッドフェニックスギアフリーとパッと見で相性がいいですよね。なんで積んでます。で一応勇者には結構強いトラップカードリザレクションブレスっていうのがあって、あれ手札墓地から好きなモンスターを2体特殊召喚できるっていうカードではあるんですけども、まあこういうデッキタイプのちょっと弱めの勇者において特殊召喚したいモンスターがいなかったので採用はしていません。まあワンチャンねバロネスとかをシンクロ召喚していたらそいつを蘇生させるっていう手もあるんですけど、そのためだけに入れるか問題なんですよね。バロネスはちなみにグリフォンライダーとウララちゃんですね、2体のモンスターでシンクロ召喚しますなんですけど、あんまりだったんで採用はしていません。で今回は私はですね、あの禁じられた人質を3枚積むことからデッキを構築することで有名ではあるんですけども2枚にしています。まあ、無限包容の方が優先度高いかなっていう感じですね。まあ人質族3枚積むにあたって積みたい方は別にこのサンダーディスチャージを抜いたりだとか、まあ、ぶっちゃけ旅路やっぱり1枚いいなっていう感じはあるんで旅路抜いて3枚積むといいと思います。まあ準優勝は別に弱くはないですね。うん、別に強くもないけど、ただまああの勇者パーティーを、ロトモンっぽく遊びたい人は使ってみてくださいっていう感じですね。まあ環境にいる勇者デッキに関してはどっちが勇者なのかわからない、相手が魔王なのでこっちが勇者っていう説も往々にしてありけりですけども、まあ割とね楽しかったんで使ってみたらいいかと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。